しいです、好きなので。夏休みのお母さんも子供たちもみんな笑顔。どうやら子供たちが何かをプレゼントしているようです。一体何をプレゼントしたのでしょうか。答えは明太子せんべいのギフトボックス。嬉しい。キッザニア福岡に今日から登場した期間限定パビリオンせんべい屋、明太子せんべいのギフトボックス作りを体験できます。6種類のせんべいの味から3つを選んでデコレーション。プレゼントを贈る人のことを考え、手書きのメッセージを添えてギフトボックス完成です。みんな上手に作れたかな。お父さんはネギとかちょっと辛いのも好きだから、食べてもらったら美味しいって言ってもらいたいからネギとかを入れました。お母さんにプレゼントします。ママへお誕生日おめでとう、これからも健康で過ごしてください。お母さんやお父さんのことを考えて上手に作れたようです。明太子せんべいのギフトボックス作り体験のパビリオンは今月末までです。お父さんお母さんたまらないでしょう ねこうやって選んでくれてる、この考えてくれてる時間がね、和田さん ねなんか自分がもらったらずっとバッグの中お守りとして置いておきたいぐらいですよ、ね、ぜひ美味しく食べてもらいたいなと思うんですけど ね食べていただきたいですけどね、こうやって誰かを思って選ぶ体験っていうのも大事な経験になっていきますよね。いや本当、財産どうですか。私も普段あんまりそういう経験ないのでやっぱね大事にしていきたいと思いますよね。そうですよね、うん、手書きのメッセージも嬉しいですし ね、はい、ぜひ夏休みの思い出にいかがでしょうか、はい。